Bioman's very famous in Philippines. And have you been to the Philippines? ありますあります。3回ぐらい行きましたよ。Yes. 1回目はボランティアで、アンヘルスからピナツボの噴火のピナツボの方へ行きました。それで家を建てたり、それから一緒に子供たちとカレーを作って食べたりしました。みんないい子たちばっかりで、本当に楽しかった。フィリピンってよかった。Who is your favorite Sentai character? あ、みんなね、仲間なんですよ。Good friends ばっかりで、たくさんいます。例えばマスクマン。マスクマンのレッドのカイジ君は、やはりフィリピンでも有名なんじゃないでしょうか。What is the hardest stunt that you did during the Bioman shooting? いや、当時は今みたいに CG がないから、アクションもほとんど自分でやって、崖から転がったり、ナパームという爆弾、火薬をバーンって使うんで、本当に火傷もそうだけれども、怪我が多かったですね。はい。When Yellow 4 was replaced,in the TV show, was that original on the script or was that because the actress left? よくね、聞かれる質問ですが、イエロー、初代イエローは矢島ゆきさんっていう人がやったんですけれども、彼女はジャックのやはりジャパンアクションズクラブの子で、まあ物語的にはやはり途中からというよりも悪がやはり強いのでっていう設定だったんで、まあどうするかまあ分からなかったんですが、初代イエロー4頑張った、2代目がまた頑張った、でもみんなの力で悪を倒した。 If you would visit the Philippines, where will you go?フィリピンどこでも好きだけれども、まずフィリピン着いたら、マニラから、始まっていろいろ行きたいです。マニラ。 Yes. Very big fan. Thank you. ありがとう。 I always watch all your DVDs. When we went to Japan in Akihabara, I wanted to look for a small toy.Of Red One. 持ってんのおもちゃ。Yes. ありがとうございます。今インターネットでも売ってるもんね。今バイオロボとかもね。Oh, that's so cute. かわいい。It's a plush toy. これはかわいいな。Okay. これかわいいな。これかわいいなって。はい。そうですね。その当時はね、当時はその分からなかったけれども、行ってみてフィリピン行ったんで。3回行ったことあるんですよ。すごかったです、やっぱり。はい。Other than Bioman, did you ever watch other Sentai series? And... チェンジマン、フラッシュマン、マスクマン、カクレンジャー、オーレンジャー。What became your favorite also? まあ、ゴレンジャーはもう当然大好きで見てましたし、oh. もう先輩たちがやってましたから。What is your favorite song from the music of Bioman? Because I really love the whole soundtrack. 君の心に印は Okay. I love the opening theme. Okay. 覚えてるよ。Bionic Soldier, my favorite. Bionic Soldier. Ending theme. あれは Bioman. 覚えてる。What makes Red One different from other Red Leader? バイオマンは、まあ、僕、レッドは動物と話せる能力がある。みんなそれぞれ能力があります。あとは、リーダーなので、まあ、みんなを守らなきゃいけないんだけれども、逆にみんなから守られた時もある。それで当時は火薬。
本物の火薬を使って、まあ、CG なんかなかったからアクション大変だった。How was the audition process? Was it a difficult one? いろいろなところから戦隊ヒーローのオーディションがあるっていう情報を知って聞いてオーディションに行きました。当時100名ぐらいだったと思います。でヒーローが大好きだったからやってみたかった。ヒーローやってみたかった。What were you doing before and after Bioman? もともとが俳優なので、その前は青春ドラマの、ただいま放課後という番組とか、刑事ドラマで刑事をやったりとか。で、Bioman終わってからは、いろんな犯人役もやったことある。悪もやったことがある。うん、そう、あとは、うん、バイオマンの次の作品で仮面ライダーブラックにゲストを出てたりとか、あとジャンパーソン、エクシードラフトとか、いろいろヒーロードラマにもゲストで出演しました。Yeah, I saw that. 舞台や映画にも出ました。NHK の大河ドラマ。Do you have a favorite episode?That you recall or any part of the show that you like the most? 好きなエピソードはたくさんありますが、まあアクションが多かったんで、命がけのアクションをしてたんで、撮影の時は余裕はありませんでした。はい。とにかく崖から転がったり、爆発火薬ナパーム使ったり、あと首に刀が刺さったりとか。ハードアクション。今みたいに CG がなかったので大変でした。ラストシーンが一番ほっとしてますね、ラストシーンが。それと仲間が助けに来てくれた喜び。